イサザ、学名ジムナゴビウスイサザは、スズキメハゼ科に分類される魚の一種。浮き彫りに似た、ビワコ固有種のハゼで、昼夜で大きな二週運動を行う。食用に漁獲もされている。現地では、イサダとも呼ばれる。ビワコ沿岸以外での、イサザ、イサダは、シロウオや、イサザアミなど本種以外の動物を指す。生魚の全長は5から8センチメートルほど。 頭が上から押し潰されたように平たく、口は目の後ろまで裂ける。体は半透明の気化試食で、体側に不明瞭な黒褐色斑反転が並ぶ。第一背びれ後半部に黒点がある。同族種の浮き彫りジーウロタエニアに似るが、小型であること、体側の反転が不明瞭なこと、小柄が長いことなどで区別される。田中茂穂によって記載された当初は、 浮きごりのアシュケイノゴビウスウロタエにアイサザとされていた。ビワコの固有種で、ホッコに産する。ビワコには、浮きごりも生息しており、イサザは、浮きごりから種文化が進んだものと考えられている。なお1964年には、相模湖と霞ヶ浦で、各一尾が記録されたが、これは、アユの稚魚に混入するなどで放流されたものと、考えられ、その後の繁殖も確認されていない。 生魚は昼間には沖合の水深30メートル以上に生息するが、夜には氷層まで浮上して餌を取る。琵琶湖の環境に適応し、ハゼにしては遊泳力が発達しているのが特徴である。食性は肉食性で、ユスリカ幼虫などの水生昆虫やプランクトンを捕食する。産卵期は4から5月で、生魚は3月になると沖合から沿岸に寄せてくる。 この季節はまだ水温が低いためたぬ魚類の活動が鈍く、卵や稚魚が捕食されないうちに繁殖を終わらせる、生存戦略と考えられている。オスは岸近くの石の下に産卵室を作り、メスを誘って産卵させる。メスは産卵室の天井に産卵し、産卵、受精後は、オスが巣に残って、卵を保護する。卵は1週間で孵化し、飼魚はすぐに、沖合いへ出る。 しばらくは浮遊生活を送るが7月頃から、定性生活に入り、成長に従って深場へ移る。秋までに全長4.5センチメートルに達したものは、翌年の春に繁殖するが、それに達しなかったものは次の年に繁殖する。寿命は1年か2年で、繁殖後は、オスメスとも死んでしまうが、メスには1年目の産卵後に生き残り2年目に、再び産卵するものもいる。 イサザの佃煮美和湖周辺地域では食用になり、12から4月に、底引き網屋で漁獲される。佃煮、大豆との煮付けすき焼きなどで食べられる。ビワコ特産種の上、ブルーギルや、オオクチバスによる捕食が影響し、個体数は減少している。環境省の寄水、淡水魚類レッドリストでは1999年版で、純絶滅器具として掲載されたが、 危機的状況に陥ったという判断から2007年版では一気に絶滅危惧アイエルイに変更された。もともとイサザの漁獲量は変動が大きい。1950年代に一旦激減した後、1962から86年には160から590トンまで回復したが、1988年以降に再び漁獲が激減。 1993から95年には1トン以下にまで落ち込んだ。その後再び漁獲されるようになったが、以前ほど漁獲されていない。有効な保全策も不明とされている。ありがとうございます。